出雲市、出雲市は島根県中東部に位置する市、県内では2番目、山陰地方では松江市、鳥取市に次いで3番目の人口を抱え、隣接する大田市と共に県中部の中心地となっている。出雲市を中心に出雲都市圏が形成されており、また他の雲白地方の都市圏、松江都市圏、安木都市与米子都市圏と共に中海、 新事故経済圏を形成している。出雲市は、神話の国出雲として全国に知られているように、出雲大社、須佐神社、西谷墳母郡、公人国遺跡ほか豊富な歴史、文化遺産に恵まれ、古代史文化のシンボル的な空間を形成している。また中世に活躍した出雲源氏の発祥地でもある。現在の出雲市は、2005年3月22日に、 旧出雲市、平田市、氷川郡大社町、古陵町、滝町、佐田町の西四町が新設合併してできた自治体に、さらに2011年10月1日に氷川町を編入してできたものでる。旧出雲市は室町時代以来、物資の集産地となった今市を中心として、周辺の村が合併して成立した市である。地域の大部分は旧氷川郡だが、 出雲市自愛町、野里町、美濃町は、かつての旧八塚郡、出雲市西谷町、佐田町須佐、原田、朝原、大漁、半辺は、かつての伊志郡、出雲市滝町貫原は、かつての岩見国、旧和農郡にあたる。出雲平野を中心として、北部は、出雲神話でも知られる、島根半島と日本海、南部は、中国山地に接する。市の東部には、 ひいがが流れ、新事湖に注いでおり、海、山、川、湖、平野、峡谷、温泉と、多彩な地勢を有する。出雲市は、以下の自治体と隣接している。詳細は、出雲神話、古代出雲、国引き神話、山田のオロち、稲葉の白ウサギ、大国主の神話、及び、大国主の国づくり等を参照。肥沃な出雲平野を背景として、 古代から発展し、豊富な神話、遺跡や大量の出土品、古墳の種類の豊富さ等から、この地域に古くから栄えた大きな勢力があったことは確実視されている。特に、弥生時代以降は、後人国遺跡といった遺跡や、西谷墳墓群などの大型の四隅都質型墳丘墓を作る大きな勢力が存在した。6世紀後半には、 今市大念寺古墳や上縁屋月山古墳など、県内でも最大規模の古墳が多く作られた。また、危機神話においては、出雲が舞台とされ、出雲大社安佐神社の創建が語られるなど、朝廷から重視された地域でもあった。鎌倉幕府御家人、佐々木紀清が、上級3年、1221年、上級の乱の孔により、出雲、 大きの二国を賜り、出雲に下校し、出雲源氏の祖となった。この着流は、出雲国新門軍、縁屋郷を、本願、出雲源氏発祥の地として、縁屋氏を名乗り出雲国主護を世襲したが、南北朝時代の守護、縁屋高さだ、縁屋方願は、室町幕府出事高市直によって滅ぼされ。その後、屋氏の流は、山梨に属して、 田島国へ、センタ。江戸時代には大部分が松江藩領だが、大社長の一部は幕府より認められた出雲大社領や日野岬崎神社領とされ、また佐田町の一部は平安時代から続く京都、岩清水、八幡宮領とされている。近世後期以降、出雲平野は、雲州木綿の集産地となり、特に旧平田市にあたる縦の縫い軍では、 明治初期の記録において、木綿の生産工が、米の生産工を上回るほどであった。大正時代から昭和30年代にかけては、出雲生殖、後山と宝石、群勢製紙、金が淵宝石などの工場が作られ、繊維工業の町となった。旧出雲市の市長であった、岩国哲人が、独創的な姿勢を行ったことで有名。現、出雲市佐田町上橋派。 刹目、下橋並、高津屋、吉野が久保田村へ編入された。財政の健全化を表す実質交際比比率は2011年度決算額で21.4%と全国ワースト8位。政令市除く人口10万人以上の都市では全国ワースト1位。財政規模に対する借金の総額を示す将来、負担比は237.7%で、 全国ワースト2位と資財政は全国的に見ても大変悪かったが現在ではいずれの数値も幾分か改善している原因として財政規模が類似した他の市と比較して公共事業費や公共施設の維持管理費等が多くまた借金依存体質の改善が一向に進んでいなかったことなどが挙げられる引き続き 公共事業の規模的成果や総人件費の削減など、財政健全化が急務とされている。出雲市は、日川と神戸川に育まれた出雲平野が広がる、県内でも特に農業生産力の高い地域である。農業産出額は、県全体の23%を、果実の生産額では、県全体の58%を占めている。製造品出荷額は、 県全体の40%を占めている。西夏東吉が1911年、明治44年10月事業許可を受け11月に、出雲電機を設立し、大津村に発電所、ガス力、出力1 2 3キロワットを建設。1912年、大正元年8月事業を開始した。供給区域は、氷川郡今市町、日月町、平田町他であったが、 その後、氷川郡一帯へ拡張した。和個人。2005年3月22日の合併により、申請による出雲市が発足した。このため、住所表記が以下の通り変更された。なお、大社長は、合併に合わせて、読み方が大社町から大社長に付加される。また、大技は表示しない。また、 2011年10月1日の合併により、氷川町を編入するが、住所表記の変更は、このようになった。ただし、氷川町大和総原町と氷川町大技、直江町については、大技と、小原、直江の後の、町の部分を削除。市外局番は、0853となっている。郵便物の周配は、以下の郵便局が行っている。 民営化前の2006年10月30日に変更された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。